ってるのかな。8時50分ですね。今日はね、休んで娘のね、新しい家を見に行きます。それでは行きましょう。でもこれだったらよ、あの傷つかなくていいわ。うん。壁なんか気をつけて転がす。阿部ちゃん。最高の家じゃないかよ。お邪魔いたします。はい、ああいいねここ。いいでしょ。相当いい家だ。いいでしょ。ああかっこいいよ。でしょ。うん。阿部ちゃんすごいじゃん。しかも一番いい家じゃんこれ。ベッドが届くまでに1ヶ月ぐらいかかったの。うん。阿部ちゃんのスペース、庭があと広いからね。休もうと思ってたんだけど、なんか早めに帰ってこれたし、雨もほんとうっすら霧雨が降ってるぐらいだから、ちょっとやろうかなと思って今出てきました。でまだ2時十何分なんだけど、今1軒目になりましたね。アメクエが1軒分だけ取れますね。これで200円かな。1軒目がスタバのワールドビジネスガーデンから打たせで450円ぐらい。結構ね、パーカーの上にこれ着てきたから上は大丈夫だけど、下はね、下寒いな。下もなんか二重で履いてくればよかったな。お疲れ様です、ウーバーイーツです。2軒目かゆさんちんからまさごのさん、結構距離あるんだけど、まあ610円行きましょう。ワンチャンな、今日14、5軒行けちゃえば明日24、5軒でクエストクリアできるからな。奇跡のワンチャンね、今日なりさえすれば、まあ明日もね。
様にするバイツです。3軒目バーミヤン海浜幕張から磯部の4で500円。お疲れ様です。ウーバーイーツです。4軒目スタバの4から幕張西で400円ちょっと。結構降ってきちゃってね、やめたい気分なんだけど、もうちょっと頑張ってみようか。やんでくんねえかな。お疲れ様です。ウーバーイーツです。はい、F、次がマック14号から本郷の4で 1.7キロ、300円。お疲れ様です。ウーバーイーツです。6軒目ケンタッキーから若葉で400円ちょっと。お疲れ様です。ウーバーイーツです。はい。結構降ってんな。鳴りやみましたね。めっちゃホット。いや、今のうちに補給しちゃおう。いや結構降ってきちゃってんな、嫌だな。ならねえな。っていうかさ、もう暑くなったり寒くなったりするから、ハンドルカバーつけとけばよかった早めに。手が寒い。ホット買っちゃったもんね。懸命になりました。ローソンのコロンブスから幕張の3、400円ちょっと。またうっすらになったな。お疲れ様です。ウバイツです。8、9軒目ダブルでケンタッキーから 5.2 キロで550円ぐらい。お疲れ様です。ウーバーイーツです。2軒分です。ダブルは何話でした。幕張4と何話でしたね。でこれ終わったらちょうど5時半ぐらいになるから、アメクエ夜の部スタート。そっから12とか行けたら最高だけどな、まあ、無理なのかな。5時半過ぎてアメクエの一発目ですね。これで合計10軒目。いきなりステーキから打たせ、400円ちょっと。12軒目スタ丼から打たせです。450円ぐらい。お疲れ様です。ウーバーイーツです。はい、13軒目中津から揚げから打たせで420円ぐらい。お疲れ様です。ウーバーイーツです。次がすぐ出てきた勝屋から打たせで400円ちょっと。これが次が14か。今持っていくのが13。すげえいいじゃん。よかったよかった、やってよかった。雨もやんだし。お疲れ様です。ウーバーイーツです。15軒目ローソンの磯部5から打たせで480円。お疲れ様です。ウーバーイーツです。3、次16軒目唐揚げ専門店唐揚げから打たせで400円ちょっと。お疲れ様です。ウーバーイーツです。しばらく止んでたのにまた降ってきちゃったな。粒がでかい。17軒目シャホーデンから打たせで514円。結構降ってきたけどまだ頑張ろう。
と数珠らなくなったら終わろうかな。アメクエ12狙ってもいいんだけどね、狙える数字ではあるんだけど、一番安いやつだからまあなくてもいいかなって。それよりもこの後編集2日分あるからね。それで明日20以上やるから、そっちの方が心配だね。お疲れ様です。ウーバーイーツです。頑張ったな。今日何時やったか、18ぐらいやったのかな。明日まあ8時か9時からウバウンして、まあ70はクリアしようと思います。75はちょっと無理かもしれないけど、あの長くやんないと。まあなりがちょっとわかんないけどね。まあクエスト諦めてた流れから取れるかもしれないって流れになってきたから、ちょっと気合い入れて頑張りましょう。疲れた。やってよかったな。結構配達員少なかったのか良くなったね。まあ雨降ってたのもあって。夜になってからね、ずっと打たせだったのが良かったね。慣れてる分サクサク回れて。円ぐらいで売ったから買っちゃった。うまそう。あー夜ね、食べないようにしようと思って、やっぱいろいろ食べちゃうよね。歯磨いたのに。うまっ。おやすみなさい。